ありがとうみんな。俺、幸せだったよ。今まで付き合ってくれてありがとう。本当にありがとう。もっとエグい命令を。恥の多い人生を歩んできました。欲望のまま振る舞ってもただ虚しさが残るだけ。クズは欲望が抜けると死ぬんですか。アクア、お前が買ってきた焼きそばパンとシュワシュワ、おいしゅうございました。メグミン、爆裂魔法を打った後、お前をおぶって帰ってた時、平らな胸の感触を少しでも感じられるようにわざと揺らしたり体勢を変えたりしてたんだ。ごめんなダクネス。屋敷で一緒に暮らし始めてからお前にはおっぱいしか求めていない。お前はおっぱいだ、おっぱい。ごめんなユンユン、ウィズ。実はお前たちと話す時、俺の視線はいつも胸のところに固定されてたんだ。ウィズは豊かだし、ユンユンは服が胸元エロいし、そんな体をしてるお前たちが悪いんだって思ってたんだ。ごめんな。諦めないでよ、カズマさん。諦めないでよ。本当にありがとう。あれ、なんで。おっと、皆さんゴミを見る目ですね。ねえクソニート、もう一度このチョーカーつけてみなさい。はっ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 。